投手の後を継いで、はい、マウンドに上がりました。どんな気持ちでマウンドに立ったんですか？いや、もう一人一人腕を振って、次のことは考えずに魂込めて投げました。後輩からのバトンでしたが、どのような思いがあったんでしょうか？いや、もうすごいいい球投げて、井上も投げたので、それに自分も乗って後につなげるようにと頑張りました。2回2失点のピッチング、カープ打線にヒットを許しませんでした。ご自身のピッチング、どのように振り返りますか？まあ、序盤ちょっとあたふたしちゃったんですけど、それでも粘ることができたんで、まあ、良かったかなと思います。これで交流戦明け、初戦をものにすることができました。チームとしても勢いまた乗っていけるんじゃないでしょうか？そうですね、このまま明日も勝って2連勝3連勝と伸ばしていけるように頑張りたいと思います。秋田スタジアムでのジャイアンツ初勝利となりました。広島のファンに向けて一言お願いいたします。明日もチーム全員で勝ちます。応援よろしくお願いします。見事勝利投手をお願いしました。野村投手でした。